どうも、ソフィティミでーす。どうもレイ君と、コータ君です。はい、どうもお願いします。今日はウーバーワールドのライブに来てるんですけども、男祭りのライブで、東京ドーム、男だけのライブに来たんですけど、今日は野球じゃありません。今日は、ウーバーワールドのライブに来ております。よくコラボしてるうどんとみかんのみかんくん、イッシーがいると思うんですけど、彼も今日来るみたいで、 YouTube の方でコラボしてるんですけども、一応彼もウーバーワールドファンということで、しかもボーカルの時計とも仲いいってことで、会えるかなっていう感じで、いつも仲良くしてるメンバーなんですけども、今回は一緒に参戦ってことで、はい、楽しんでいきたいと思います。はい、みかんくんはまだ来ないですね。彼は5時半に来るという LINE で言ってましたけど、まだ来てないね。全然来ないですよ。金色の髪型のやつ探せば見つかると思うんで。はい、というわけで、はいはい、はい、みかんくん来ました。来ましたとか、さっき噂をすればです。うん、はい、ごめんなさい。ごめんなさいとか、まあ多分会いに来てるけどね。そうですね、そうですね。さっきUber の、はい、東京ドームね、そう、楽しみますって話をした時に、男祭りみかんくんの話をしました。なるほど、はい、だから会いに来たってこと、ね、とりあえず来たっていう。そう、とりあえず来たんで、みかんくんです。みかんくんです。ごめんなさい。はい、登録者5000人来ました。そうですね、今日行きました。おめでとうございます。まだ年内1万人はもう諦めてない。諦めてない、はい、10日ぐらいですよ。いや、全然今から混じります。大丈夫ですか？はい、はい、で僕は今5100何人か。あ、追いつきます。もう多分速攻抜かれるんですよ。年内あなたを抜くことを目標にします。いや、そんな軽い軽い余裕じゃないですか。すぐですよ。頑張ります。すぐですよ。はい、はい、レレモン君ね、はい、今日はね、みかんや、みかんですよ。はい、酸っぱくね、絶対来ると思ったけど、はい、もう何回もそれやりすぎてて。あ、そうそう、2020年はそれ以上禁止で、ね、禁止。レモンいいから。レモンいいから、うん、言ってます。細かすぎて伝わらないものまで、ね、あ、そうそれでね、アツさんと始まりました。そう、やってました。はい、びっくりした。見た？で、見たよかった。ツイッターで見た。ツイッターじゃん。ツイッターで見た。編集してました。リアルタイムで見、編集してました。あ、まあ、そうじゃないか。編集してた。そう、で、今編集、はい、2代目パソコン2代目行っちゃいました。マジか。行っちゃいました。もう来てますね。いやいや、全然ですけど、うん、みかんくんを越したいんで、越したい一心でパソコンをもう一台買って。まず先生はあなた、僕の編集の先生。あ、そっか、うん、そうっすよね。そうです。わざわざ渋谷まで行ったんすよ。そうですね、はい、渋谷まで行きましたね。あれから半年ぐらいですか。そうですね、はい、今はもう受注を受けてお金をもらって編集するまでになりました。マジっすか。はい、それはやばい。はい、それはやばい。だからもっともっと頑張ります。ってことはこっちでもちょっと多少入ってくるってことですよね。入らないです。入らないですか、はい、マジっすか。芸人みたいです。慣れてるんだよ。慣れてるんです。はい、年末ですね、はい、翔平 TV イベントがありまして、28日ね。はい、それで、はい、来てもらって行きます。令和くんも来るね。あ、めくるくんね。めくるくんね、はい、めくるくんも来てもらって、はい、まあ、撮影をするということで。そうです。はい、楽しみにしますんで、はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、というわけでチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、それではあらさん、良いお年を。おめでとうございます。すいません、テーブルして。いや、全然。切るのさ、磨き抜いた切れ玉。